コーヒータイム。今日はね、キリマンジャロです。でキリマンジャロ、これでね、今家にある分が全部終わりなんですけど、もうコーヒーがね、昨日もちょっと話したんですけど、もうコーヒー終わってしまうので、新しいやつをね、注文しました。で、もうね、発送しましたとか言ってたんで、明日にはね、届くんじゃないかなと思っているんですけど、まあ、明日といえばね、明日、ワクチンのね、4回目接種をやってきます。なんで今日ちょっとね、早めに寝なきゃなんないっていうのと、今ね、最近はお酒を飲むのやめてて、やめてねえな。昨日飲んでたなんですけど、まあ、控えめにね、してて、今日はね、一滴も飲まずに、明日ね、行ってこようかなと思います。で、まあ明日木曜日なんで、一応ね、金曜日、まあ動けなくなるだろうと、そういうね、予想を立てて、まあ会社はね、お休みしますっていうふうにもう連絡してあって、まあ何もなければね、ただ単に休暇になるだけなんでいいんですけど、まあ熱とかが出ると嫌だなっていうね、ふうに思ってるんですよね。はい、コーヒー入れ終わりました。はい、コーヒー入れ終わりました。じゃあコーヒーいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。これね、またスタンレーのボトルでね、今日もいただこうと思います。これね、ちょっとね、重いんですよ。これ単体でどんくらいなんだろうな。マグボトルだけでも 500g ぐらいあるんじゃないかなってぐらい重いんですけど、まあそれにね 500ml 入ると、まあ、1キロのダンベルみたいな感じですけどね。ただこのずっしり感がね結構いいんですよね。机の上とかに置いといてもかなり安定感ありますし、ちょっと触ったぐらいじゃ倒れないっていう、そういう感じがねするんで、結構いいです。美味しい。最高。で、今日はね、ちょっと今、この画像をね、撮ってるのは、この iPad。iPad を使って、イメージエッジっていうね、ソニーの純正のアプリがあるんですけど、これ、カメラとこの iPad をね、接続して、撮影が行える。Bluetooth でね、接続するんですけど、接続して撮影のね制御ができるんですけど、これね結構見てわかる通り、例えばこれね、こんくらいの遅延で撮影できてしまうんですよ。これすごくないですかこれねこれね、なんていうの、カメラの、まあ、これ見してねやった方がいいかもしれない。これ見したってしょうがないか。カメラのね、そうなんですね。反応した。カメラの、なんていうの、画面って、まあもちろんね、モニターのサイズってこんなもんなんですよ。こんなもんだと、フォーカスがね、しっかりとピントが合ってるのかどうかっていうのが、結構わかりづらかったりとかするんですよね。特に、まあこの間やったみたいに F 値をね、すごい、高くすると、そうするとちょっとね、ずれただけでもすぐピントがねずれてしまうんですよ。でボケとかがねどのくらい出てんのかっていうのが結構分かりづらいんですけど、これはね、この画面がね、 iPad の画面が相当でかいのでで、そこら辺のね、でしかもね結構綺麗なんですよね、これ綺麗なんですよ、画質が。なので、それがね、分かりやすいっていう。で、ある程度、このね、フォーカスっていうか、なんていうの、シャッタースピードだったりとか、ISO感度だったりとか、あと露出補正とかね、そこら辺とかも、あと、フォーカスとかもね、全部、これでね、こっち側のね、iPad だけで
制御できてしまうんですよ。本当にそれが良くて、あとここにね、何分撮影してますよみたいなのはもう簡単にわかるんですよ。でこれ本当に良くてね、なんていうの、外部モニター、今までってHDMI 出力がこれにあるんでね、このカメラにはあるので、 HDMI 出力して、で画面をもうちょっとでかいね、外部モニターに出して、で細かい制御っていうか実際の映像をね確認するみたいなのをやってる人いたんですけど、そうじゃなくて、まあ、手持ちの iPad、 ちょっと試してないんですけど多分できると思うんですけど、その iPhone とかね、でも、まあ、iPhone の方も全然 iPhone の方が全然画面でっかいんで、で iPhone でね画面を確認できるっていう、もうそれだけでも相当ね強みなんですよね。これね、たまたま知ったのが、YouTuber のねドリキンさんっていう方の YouTube 見てて、もう今朝見てたんですけど、今朝の動画でこれ使ってるみたいなこと言ってて、ドリキンさん自体もね、瀬戸康史さんだったかな、瀬戸康史さんに言われてそれで知ったみたいなことを言ってたんですけど、うん、これね、そのドリキンさんの動画見てて、おこいつ最高じゃんと思って、実際にね早速取り入れてみました。まあね、ここの今の状況だと特にね何かあるってわけじゃないんですけど、他の撮影、例えば料理動画とかそういう時とかもね、これを前に置いて画面をね、まあ、すぐに確認できるような状態で撮影とかできるんで、かなりいいんじゃないかなと思います。はい、イメージエッジ、前まではねそんなにね、ちょっとこの Bluetooth のやつでつなげたりとかできなかったんですけど、そこら辺ウェブカメラ機能とかね、そういうのをすごく強化をして、ソニーがね、カメラをウェブカメラにするとか、なんかいろいろと機能を強化してって、それの結果こういう風になったんだと思うんですけど、いやかなりいいですね。うん、まあ、今後ねこの機能を使っていこうと思います。